こんにちは。佳子さまの成年記者会見を覚えていますか。2014年の12月15日に20歳の誕生日に先立ち、佳子さまの成年記者会見が行われました。その時の佳子さまの記者会見を見てびっくりしました。記者から自分の性格、長所や短所はを聞かれた時の佳子さまのコメントが、私の性格についてですが、長所は自分ではあまり思いつきません。短所は父と同じように導火線が短いところがありまして、家の中では些細なことで口論になってしまうこともございます。ええ、秋篠宮さまに似て導火線短いの。私のイメージでは紀子さんも怒ってるイメージがありますが、秋篠宮家は喧嘩が激しそうですね。皆さんはどう思いますか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。